子もめっちゃ可愛いな。即事案発見。あといつも家で豆腐食べるより。これバリ可愛いな。あ、ちょっと飲み直し進みます。このガラスは全部可愛いからちょっと買おうと思います。ナポレオンのグラス、クリスタルの可愛いくらいめっちゃ可愛いな。なんか多分これは木のワイングラスに今ハマってるんで、この4つ可愛かった。プレートが俺的にはめっちゃ可愛い、的にめっちゃ好き。まあなんかすごいこのモンパルナスの飲み可愛かったんで、リング11個ぐらいかな買いました。あ、ここに飾ってあるやつも可愛くて、ちょっと今買ったやつしまった。これは本当のクリスタルです。 OK、 午前中バンブ行って、今モンパルナスに着きました。なのでモンパルナスも今日飲みの市やってるっていうことなんで、ちょっと飲みの市を探そうと思います。で、方向的にあれなんで、あれやな、ここに白いテントいっぱいあるわ。駅降りたらすぐや、多分。もうやってるね。あ、もうこっちは、待って、こっちやってるわ。こっち側から渡っていきます。まあ、モンパルナスについて、今一時でお昼食べてなかったんで、一旦お昼にします。そして、僕がいつも好きなパリのホットドッグ。これを一つ食べます。ここのお店、駅の前やけど安くて美味しそう。これにしようか迷ったけど、やっぱりホットドッグにします。Good.じゃあちょっとカフェでお昼ちょっと食べようと思ったらゆっくりしすぎたんで行こうと思います。さあ、じゃあモンマルトルか、蚤の市がこう道にずっと伸びてて、多分こっち沿いにメインにずっとあると思うんですけど、一旦ちょっとこの右の端攻めてから一旦左行こうと思います。さあさあ、じゃあ行きます。早速事案発見。でも全部このあのなんていうかけるタイプのこれがついてるから割れてる。これでもめっちゃ可愛い。これバリ可愛いな。ここの指輪全部可愛かったんで、いろいろ見てこれ全部買いました。1980年代の指輪たち、あのボディは全部ゴールドでジュエリーがついてたり、まあ、ストーンがついてたりシンプルなリングやったり、めっちゃいい感じ。すごい、このモンマルトルの蚤の市はこんな感じで普通の道にどーっといっぱいテントがあって、すごいわ。賑わっております。まあ今日土曜日やからっていうのもあるけど、というわけでここが多分メインのストリートなんで、ここをガシガシ歩いていこうと思います。ここもめっちゃ可愛いな。これもめっちゃいい。多すぎてここ選ばれへんぐらいある。ここに大好きなボックス入れのお宝発見コーナーがあります。大量にあるわ。見切れんぐらいある。まあ多分なんか奥にいろいろあるかもしれんけど、まあちょっと今回はパスします。自分の家用に探そうかなと思って、これとかいいなと思って。いつも家で豆腐食べるように、豆腐にちょうど良さそう。一口大きめで、この蚤の市はアクセサリー多めでいろいろ可愛いものもいっぱいある。
なんかこの道沿いに教会もあって晴れてるしいい感じ。この道沿いに多分まだまだ続いてると思う。まあちょっとお腹いっぱいなんでぼちぼち歩こうと思います。なんかこんな感じで、ここはなんか両サイドにカフェとかいっぱいあって晴れてて気持ちよさそう。まあちょっと飲みの位置進みます。このガラスは全部可愛いからちょっと買おうと思います。ナポレオン時代から1880年代から来てるもの。このさっきのナポレオンのグラスクリスタルの可愛かったんで6つ買いました。 OK、メシ、メッシ、OK。 これめっちゃ可愛いな。もうちょっとセットで多くあれば買いたいけどちょっと考えよう。これめっちゃ可愛い。なんか多分これは木のモニュメントみたいなやつで、多分それぞれの枝にリングをかけて飾るやつ。こういうの探してたからアクセサリー飾るように買おうと思います。今なんか謎にあのガラスのワイングラスに今ハマってるんで。この4つ可愛かったんで4つゲットします。状態もいいし綺麗。あ、OK、メッシー、 OK。お、今回プチプチでくるんでくれます。あ、しかもなんか交互に綺麗にやってくれそう。ありがとうマダム、メッシー。この飲みの市で初めて見た、なんか福袋みたいな。グラムで売ってるみたい。なんか多分中に入っててこれ洋服やな、面白いな。なんか飲みの市で中身見れないって初めて見た。この段ボールの中にあるこのプレートが俺的にはめっちゃ可愛い。これもめっちゃいい。まあファンファンのカフェでアクセサリー飾る用のプレートにちょうどいいかなと思って、うん、この2つ可愛いな、うん。このナイフは個人的にめっちゃ好き。まあなんかすごい持ち絵とかすごい渋くて時代を感じさせながらもこの花部分はすごい状態も良くていい感じ。これ欲しいな。このモンパルナスの蚤の市はめちゃくちゃ見応えあった。思いのほかアクセサリーいっぱい買おうと思ってたけど、お皿とあのクリスタルとグラスのワイングラスをいっぱい買ってしまいました。でも多分あともうちょいなんで見切っちゃおうと思います。可愛かったんでリング11個ぐらいかな買いました。 OK OK メッシ OK。 いやいやいや OK メッシ。ここのアクセサリー全部一点物で可愛かったんで買いました。ここに飾ってあるやつも可愛くて、ちょっと今買ったやつしまっちゃったけど、このやつとかこれとかいい感じ。OK、merci。 Tu fais vidéo? Si, si. C'est pour qui vidéo? Yeah, yeah, yes. Pour qui? Pour YouTube. Ah bon? Yeah, yeah, yeah. これは10 piece と、Et comment on m'a trouvé toi? One more 10 pieces? Ah, 20. Ah, OK, OK. Comment on m'a trouvé toi sur YouTube? これは本当のクリスタルで、デザインもかっこいいからちょっと迷うけど、今回は14区の蚤の市、これで以上です。ちょっと全力で回りすぎてあんまりビデオ撮れなかったんですけど、見応えもあってなんか雰囲気もなんかワイワイしてて、なんかいい感じの雰囲気で蚤の市最高、いい感じでした。ということで今回14区の蚤の市以上です。では